いつも動画を見ていただきましてありがとうございます。旅する生き物の男子、バオシンです。ここは栃木県の佐野市です。1ヶ月前に栃木市と宇都宮市立ててきましたよね。お前また栃木に行ったんかいと、こういったご意見想像しやすいんですけども、まあ最後まで聞いていただきたいんですけど、この佐野市なんですが、2つとても有名なものがありまして、1つは佐野の厄除け大師、厄払いのお寺があるということです。今ちょうど映像を映していると思うんですけれども、あとはやっぱりラーメンですね。佐野ラーメンで有名な街です。なぜ今回また栃木県、しかも佐野市に、佐野市自体は初めてなんですけれども、ここに来させていただいたかと言いますと、そのご報告を YouTube 以外の SNS でさせていただいた時に、佐野市もいいところだからぜひ来てと声をかけていただきまして、今回その佐野グルメ教えていただける方のすぐ目の前にいらっしゃっているのでご紹介します。どうぞ。はい、はい、市丸さんです。こんにちは。ご紹介をお願いします。はい、市丸と申します。よろしくお願いします。はい、佐野市の方で漫画家とか来ております。よろしくお願いします。はい、先月宇都宮と、はい、栃木に行った時に、餃子とあと遊覧船、楽しんでいる動画を YouTube に投稿させていただいて、別のソーシャルメディアでも宣伝をさせていただいたら、佐野にこんなに素晴らしいものがあるのにと声をかけていただきましたので、では行くしかないだろうと、こうしてコラボレーションといいますか、ご紹介していただけるっていうことになったわけなんです。今回のこの動画の主人公は実はラーメンではありません。世間的にはあまり知られてないかもしれないんですけれども、佐野グルメにはもう一つ、佐野市民の皆さんがもう大好物だっていうふうに僕聞いただけなんで、ごめんなさい間違ってるかもしれないんですけれども、黒い唐揚げがあるって言ったんですよ。で、まあ市丸さんに教えていただいて、はい、はい、まあ、唐揚げって普通は醤油で味付けされたものだと思うんですけど、それをソースで味付けてる唐揚げになります。なんだそうです。はい、はい、面白いじゃないですか。ワクワクするじゃないですか。この動画最後まで見ていただければ、きっと今この動画見ていただいているあなたもですね、佐野市に今すぐ行って黒い唐揚げ食べたくなりますから、ぜひ最後までお見逃しなくお付き合いください。では今回の旅も始めていきましょう。お願いいたします。よろしくお願いします。これからターゲットロックオンした黒唐揚げとラーメンも楽しめるというお店に向かいたいと思います。市丸さん、よろしくお願いいたします。もうすぐ着いちゃうかもしれないですが、はい、ちょっとこの街なんかも楽しみつつ、はい、もうめちゃめちゃ楽しみ。あそこに佐野駅前のモニュメントが見えますね。はい、あ、もう僕は水のあるところ大好きなんで、噴水とか見るともうテンション上がりまくりますね。前回の動画見ていただいた方、わかるかもしれないんですけれども、東京スカイツリーと豊島園ですね、投稿させていただきました。本当にうだるような暑さというのはまさにあのことで、それに比べるともう佐野市は本当に過ごしやすいです。一丸さんにこうして声かけていただかなかったら、それに気づけませんでした。でしかもですよ、僕基本的に株主優待券しか使わない人なので、それ以外のところはそういうツッコミが来るとうってなるんですけど、まあ、裏技は知ってますので、佐野に東京から来る方法として東武線の株主優待券を買えばいいということは、逆に佐野や栃木の方が株主優待券をどこかのチケットショップで買えば、通常の値段よりもかなりお安い値段で東京に遊びに行けるということが分かっていただけるんじゃないかなと思いますね。これ宣伝して回ってるんですけども、皆さんからいただくのはあまりいい評価ではないみたいなので、最近の僕の動画は低評価をバンバン食らってます。僕は、今こちらの方角から佐野駅まで来たわけです。この方角に厄払い大師宗秀寺があります。ここがメイン通り。ああそうですか。実を言うと車に乗るのがかなり久しぶりで、他の親の車に乗ったのが1年以上前なので、車はだいぶ久しぶりです。電車とバスはまあ多いんですけれども、外用車はだいぶ久しぶりです。免許は持ってる、免許は持ってるんですけどね、けど最近ハンドルを握ってません。だからここまで来るのにレンタカー借りようかなと思ったんですけども、やめました。事故るだろうなと思って
怖いですよね、運転の仕方とかちょっと忘れてた。ああ、そうですね。ただおかげさまで東京スカイツリーと豊島園最終日の模様をお届けした動画に関してはおかげさまでたくさんの方に見ていただけているんだなということが実感できて本当に嬉しく思っております。ありがとうございます。豊島園には僕8時にもやったんです。あ、2時間前に、オープンの2時間前に行って、何をしてたかっていうと電車の全面展望動画撮ってたんですよ、サブチャンネルのために。堀米町ですね。堀米町の近くに堀米町の近くのこちらです。はい、僕の方は青ネギラーメンの塩をいただいて、島田さんはラーメンを注文しました。塩から3品、600円ですね。こちらも注文しております。はい、これが今回のオーダーです。やっぱりひときわ黒から揚げが目立ってます。はい、じゃあいただきます。全国津々浦々にたくさんのご当地ラーメンがあるわけなんですけれども、その中でも佐野ラーメンが本当にユニークだなと思うポイントが一つありまして、それはスープの素を湧き水から取っているっていうことなんです。これだけ出どころがはっきりしているラーメンなかなかないと思う。そしてこの湧き水が出る場所なんですが、いずる原弁天池というんだそうです。
一つ、もう東京のラーメンには絶対見られないもの発見なると。でも大好き。いただきます。うまい。これも最高にうまい。うまい。ほんとうまい。というわけで完食しました。ラーメンたしさん大変美味しかったです。ごちそうさまでした。今回の動画はいかがだったでしょうか。黒い唐揚げ非常にインパクトが強かったです。あのソースの味非常によかよろしかった。一丸さんにはもうこれ感謝のことしかないですね。いやいや、もう教えていただかなかったらきっと一生出会えなかったこの黒い唐揚げ。今回もですね、東武線の株主優待券を使いまして激安で往復たったの1200円でここまで来させていただいて、東京を起点に佐野の方に来る場合にもぜひぜひ株主優待券をご購入いただいた上で往復で旅をしていただいて、お腹も心も満腹になって帰っていただきたいなと、そういう旅のご提案をさせていただけたらなと思います。この動画を最後まで見てくださいましてありがとうございます。一丸さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ではこれでこの動画締めたいと思います。改めましてありがとうございました。ありがとうございます。